この回も2部の、後半ということになりましたが、随分と、まあ、脂っこい名前の女が出てきたなと、皆さんこの名前何と読むんだろうというふうに思われる方も多いかと思います。私、クセテイではございません。碧帝アマンダと申します。どうぞお見知りおきを。はい、ありがとうございます。優しい。ありがとうございます。実はですね、私こんな変な名前で落語はやらせていただいているんですけども、平日日中はデザイナーとして、またプレゼンの資料作成やプレゼン指導などのお仕事をやらせていただいております。まあ実はですね、サラリーマンを5年前に辞めまして、この身一つで今お仕事をいただいているわけなのですが、いやー、一人になって分かったこと、情報ってとっても大事っていうことをですね、日々痛感しております。まあね、このなんて言うでしょうかね、あんな新しいテクノロジーができてとか、あの人とあの人仲悪かったらしいよみたいなことを聞いて、ああそうだったのっていうことがですね、人生において多々ございます。まさに知は力なりという言葉がございます。反面、知らぬが仏という言葉もございますね。はい、さあ皆様、人生におかれて、さあ知は力なり、もしくは知らぬが仏、どっちが多いでしょうか。私は圧倒的に知は力なりという言葉がですね、まさに私の人生には足らないものでして、知っときたかったそれ、知らなくてめっちゃ困るんだけどっていうことが多々多い人生でございます。いやー、知らなかった、ほんと参ったよ。あー、参った参った。まさかあの市場が潰れてるとは思わなかったよ。半年前はあんなに大盛況だったじゃねえかよ。いや困ったね。俺みたいにさ、どっかの位置でさ、ガラクタ同然のものを仕入れて江戸で高い金で売ってるような商いをしてるおいらなんかね、がさ、物がないっつうのはすなわちもう金が入る目処が立たねえってことだよ。いや困ったよ。どうすっかな。江戸までまだちょっと距離もあるしな。本当は酒でも一杯キュッとやりてえとこだが、はあ、こんな昼間からやってる店もねえだろうしな。ん、はあ、あんなとこに茶屋があるわ。いや、茶でも飲んで団子でも食べて少し気分を変えるかな。よし、入っていくか。お、客だ客だ。おいおい、誰もいねえのか。なんだ、しけた店だな。しょうがねえ、座って待たせてもらおうとするかな。はあ、なんというか統一感がねえ、なんかやぼったい店だな。なんだよ、どこまでもついてねえな。いらっしゃいませ。あ、びっくりした。あ、びっくりした。あれかい、ばあさん、店の人か。はい、私この店の主でございまして、この身一つで切り盛りしております。ああ、びっくりしたよ。にしてもばあさん、ずいぶん変わった着物着てるね。黒くて長い着物の上に、なんだいそれは、白い羽織かい。あ、こちらですね、海外のお給仕さんの衣装でございまして、海外のお給仕さんのことをメイドと申しまして、私ですね、メイド喫茶を一人で営んでおります。そうかい。俺はまたメイドの化け物が来たのかと思ってびっくりしまったよ。まあ、メイドだかなんだか知らないけどさ、いや、こっちはちょっと急いでんだ。熱いお茶とな、団子2、3本頼むよ。かしこまりました。何でしたら、萌えと書いた夜勤を押すこともできますが、どうされますか。もう任せる任せる、もう頼むからね、よろしく頼むよ。かしこまりました、少々お待ちください。はあ、いきなり黒と白のなんかでかいものが来ることでバカかなと思ったら、ばあさんだったか。いや、一瞬ね、なんか金稼げないことが一瞬頭がスコンって来ちまったけどね。いやー、ずいぶん強烈な店に来ちまったよ。なんだか俺はついてんのかついてねえのかさっぱり分かるしねえな。といってもな、金の目とは立たねえ現実は変わらねえんだ。どうするかな。なんだよこの店、食い物屋だろ。猫がいるよ。わあ、汚ねえな。こっち見んなよ。すごいよな、猫っつのはさ、飯食いなら顔洗ってんだよ。器用なこともするけどさ、猫って大体ろくな言葉がねえんだよ。猫背だろ、猫かぶりだろ、猫なで声だろ。ああやだやだやだ、なんか目論見があるんだろ。ああやだやだ、こっち見んじゃないよ。
ほら、もう黙って餌食べてなさいって。餌もそんな食い散らかしてな、ヒゲにまで餌ついてんじゃねえか。あの皿、どっかに見覚えがあるな。あれよ、もしかしたらあれ高麗の梅鉢じゃねえか。1両100両はくだらないと言われてる、あの高級な皿で、なんであんな皿で猫に餌やってんだよ。あの身落ち切りのばあさん、なんか企んでんのか。いやだが、あのばあさんに道具の良し悪しが分かると思えないんだよな。そうか、物の価値が分からねえばあさんなんだ。こいつは面白い。あの皿使って一つ商いがひらめいちまったな。よし、ここは一つばあさんを騙してやるか。ああ、おばあさん、おばあさん、あ、すみません、あのまだお団子が茹で上がっておりませんで申し訳ございません。いやー、そんなの気にしませんから、まあ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 、おかけなさいって。ちょっとね、商いの話をしようじゃねえか。いやー、俺もな、実はまあ商いというかな、旅商人をやってるんだ。で、まあ俺の仕事っていうのはほとんど家にいないみたいなのが一つの仕事みたいになってんだからさ、まあこんな俺にもさ、10年寄り添ってくれる女房がいるんだ。俺が出かけるたびにその女房には寂しい思いさせちまってんだよ。俺もな、常々心が痛いんだが、こればっかりはしょうがねえっていうことなんだがな。そこでだな、あの猫、あれ見てピンとひらめいたよ。あの猫な、うちのかみさんが昔飼ってた猫にそっくりなんだよ。あの猫がいてくれればな、俺も安心して商いに出れるってもんだよ。ということでだな、こっから先が商売の話になるんだがな、あの猫譲ってくんねえか。いや、もちろんただとは言わない、ただとは言わないよ。こっちだって商いやってる身だからさ、あの猫3両で貸してもらうよ。お客様正気ですか。あのただ造船の汚い猫でございますが、まあ3両でお買い上げいただけるのであれば、もう願ってるかなったりでございます。あの猫1匹いなくなくてもですね、あの後ろに20匹ほど猫控えておりまして、メイド喫茶がうまくいかなかった日には猫喫茶やろうと思ってますので、全然問題ございません。証拠たくましいな。じゃああの猫いただくよ。ああ、ちょっと来たな、来たな、かわいいな。爪立てたら三味線にするかな。かわいい、かわいい。まあばあさん、もう一個頼みがあるんだ。あの餌皿な、あの餌皿も一緒になんか紙かなんかにパッと包んでもらえねえかな。いやー、これから俺もまだ宿を転々としなきゃならねえんだ。その時にな、宿屋の主人に猫の餌の皿借りるわけにはいかねえだろう。あ、それにな、あの人間だって枕が変わったら寝れねえってやつがいるぐらいだからさ、この猫だってさ、餌皿変わっちまったら餌食えなくなっちまうかもしれねえよ。お金渡す時になんかゲストリした猫俺も渡すわけにはいかねえじゃねえか。ということでな、あの皿もちょっとパパと頼むよ。あら、お客様、あのお皿でございますか。あのお皿は、あれはお渡しすることはできません。あれは高麗延べ町と申しまして、1枚でも、江戸で言ったら100両はくだらないと言われてる大変高価なものでございます。あら、お客様、先ほど旅の商人とおっしゃいましたが、目鉢ご存知ないんですか。え、ばあさん、あの皿の価値分かってんのかい。じゃあこんな猫はいらねえよ。そうだよ、猫を出しにな、あの皿をもらおうと思ったんだよ。だいたいなんであんな高い皿で猫に餌やってんだよ。はい、あの皿で猫に餌をやってますと、たまに猫が3両で売れるのでございます。